72丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番外線の駅である。マンハッタン区、アッパーウエストサイドの72丁目とセントラルパーク、ウエストの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、B 系統が平日23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車する。この駅は1932年9月10日に、開業、2層式で上層階を北高観光。 急行線が仮想海を南行観光、急行線が通過しており両観光線の西側に短式ホームがある。ホーム壁面には暗い青字に白の3セリフ体で 72NDST と書かれた駅名表があり、周りを黒で囲んでいる。また黒字に白で72と書かれた小さなものがホーム上の青い柱に掲げられている。 壁面の駅名標の下には出口の方向を示す印もある。2015年から2019年のまた、キャピタルプラにおいてこの駅は、他のニューヨーク市地下鉄の30駅とともに、駅改良工事第1段階の一環として、駅構造の完全な見直しを受け、2018年5月7日から10月4日まで改装を行った。改良内容は携帯電話サービスや Wi-Fi。Fi USB 充電所、対話サービス勧告や、地図の設置などである。ニューヨークシティトランジットオーソリティは2017年6月1日に86丁目駅、カテドラルパークウェイ -110 丁目駅、163丁目、アムステルダムアベニュー駅と当駅における改良工事の要求応挙が、またの取締役会は2017年10月に、 エコースリーエンタープライゼス社と11億1000万ドルの契約を結んだ。アートワークは小野洋子によるスカイがホームに展示されている。駅名標駅に停車中の BK 統 R68 系電車この駅の改札口は上層ホームと同じ木沢橋にあり、最も主要な改札口は駅の北端にある。回転式改札機と切符売り場、通りへの2つの階段があり、 72丁目とセントラルパークウエストの交差点北西と南西へつながる。ダコタハウスに出る北西の階段は石造りである。また、駅の南端には西70丁目とセントラルパークウエストの交差点南西への階段につながる改札口があり、こちらは以前閉鎖されていたが、現在は使用が再開されている。また、以前には 駅の中心に71丁目へ出る改札口があった。この改札口の痕跡としては、仮想会にあるフェンスで閉鎖された階段と上層階の、この階段の出る位置の真新しい床面タイルがある。アメリカの子供向け番組、ブルーズ・クルーズ内のシェイプ・サーチャーズのコーナーで、子供たちが図形を探すためにメールを利用している部分に当駅の入り口が映っている。ありがとうございます。